サポートシステムスイッチオン。ふるさとの星からのメッセージ。小林まどか。第8章。ふるさとの星、オフィリオに行ってみた。さて、勝手にセルフヒプノと名付け、私は瞑想をしながら、よく自分でヒプノの世界へとダイブすることがあります。何も正解不正解がない世界。こう感じたからダメなんていうことはないし、人に証明しようもないことだけれど、自分が感じて、そこから何かを受け取れるツールとして、私はよくセルフヒプノを用いています。意識を深いところまで持っていくために、お決まりの一連のやることがあり、意識の中でのそれらの動作をこなし、深い瞑想状態になったところで、過去世の世界を垣間見てみたり、時にはその時体調が悪ければ、その期間へ意識を持っていき直したり、誰かに誘導してもらわずとも自分でできるので、なかなか面白い世界を味わっています。ジーニーの存在やサポートチームのこと、オフィリオの情報なども日々の瞑想の中で少しずつ明らかになっていきました。例えば、オフィリオでの私の体について。ジーニー曰く、どうやら私の体はオフィリオにそのまま保存されているそうで、地球上での役目を終えて戻ってきた時に、また魂が帰る体があるそうなんです。そんなことがあるのかと半信半疑でいたのですが、ある信頼のおけるサイキックの方にその一連の話をすべて聞いてもらったら、戻る体を残してこちらに来ている場合もあり得ると言われて、信頼できる方に証明された感じでさらに驚きました。さて、2015年8月、ある日の夜の瞑想中でのこと。いつも通り目を閉じて呼吸を落ち着かせ、意識を深くしていくために、いつも通り階段を降りていきと、その階段を降り切る前に、突然私のところにサポートチームのあの楕円形で集まっていた天使たちが全員やってきました。どうやら私を迎えに来たらしいのです。私の左にジーニー、サポートシステムスイッチオンといった女性が右手にやってきて、両腕をそれぞれ抱えられながら、天使たちと共に私も空へと飛び立ちました。瞑想中に誰かが割って入ってくるなんてことは初めてのことで、突然の展開に驚いていたのですが、どうやらオフィリオに連れて行ってくれるとのこと。たくさんの天使たちと空を飛んでいた時は最高に気持ちよかった。そしてオフィリオの上空に着いた時、真下の景色を見ると、緑がたくさんある星で、ツタのようなかわいい植物が地面を覆っていました。その葉っぱはまるでお互いが手を取り合い、左右に動いていて生きているようで、私が降り立つと、ツタの葉がみんなで私を受け止めてくれて、喜びに満ちている様子が伝わってきました。その上に降り立った時、何とも言えない懐かしさと安心感で、涙が出てきました。ちなみに、
ヒプノセラピーもそうですが、目を閉じて感じる世界で泣くときは、実際の自分でも涙を流しています。私が植物の上に寝転ぶと、植物たちも私の気持ちに応えてくれて包み込んでくれる。目を開ければ地球の日常に戻るのは分かっていますが、戻ることに対して気が重くなってしまうほど、ここが自分のいるべきところという安心感で、深いところで全てとつながっている感じが最高にしっくりきて、懐かしさを全身で感じていました。その時分かったことは、ジーニーがその世界での私の兄で、スイッチオンといった女性が姉だということでした。私たちの家に連れて行ってくれるというので、彼らと飛びながら上空を移動していきました。その時自分の下に見えたものは、オカリナを縦にして地面に埋めたような形の家々でした。現代の建物のまっすぐとか直角とかはどこにもなく、いびつといえばいびつな形ですが、上の部分がとんがり帽子のような縦長の家でした。その時、実際眠りについている私のその星での体も見られると言われたのですが、なぜかその家の中には入らず、別の天使も混じって海の方へ行き、テレパシーで交信しているイルカや魚たちを見たりしてきました。自分の残したメモによると、その一週間後の夜の瞑想中に、再びジーニーたちが迎えに来て、前回同様階段を降りず、そのまま上空へ飛び立ち、オフィリオへ行っています。その時、オフィリオで魂の帰りを待ち、眠っている私の体を見ることができました。前回と同じ緑あふれる風景が見えてきて、前回は入らなかったお城の中へ。そのお城へは橋がかかっていて、玄関には大きな扉があり、その扉を開いて中に入り、急な階段を上ると天井の高い部屋へと向かいました。その部屋には細長い眉のような形のベッドのようなものに寝かせられている一人の天使がいました。それがどうやらその世界の私の体らしいのです。簡単なイラストも書き残してありましたが、横たわった体の上に伸ばした両手が手首のところでクロスされていました。死んでいるわけではなく、時間が止まっている感じで、前述したジョン・エヴァレット・ミレーの絵画、オフィリアのような雰囲気もあり、目を閉じた顔はうっすら微笑んでいるような感じで、額には金物でできたような輪っかをはめていました。その近くに男性の天使がいて、私の額に自分の額をつけていて、何か交信でもしているのでしょうか。その様子がとても美しく、愛そのものだったとも記してありました。私が試しにそこに横たわる自分自身の中に入ってみたら、その世界では寂しいという感情はなく、みんなと額をつけて、それが挨拶らしいとも書いてありました。つまり眉の中に横たわった私に、先ほどの男性の天使は挨拶をしていたんですね。2015年は本当に摩訶不思議なことがたくさんありました。でも一人ではないんだという
確信に満ちた感情が自分の中に溜まっていき、きっとその頃から少しずつまた自分に変化が起きていたんだと思います。